3月12日、松山市勝山町の愛媛銀行本店で義援金贈呈式が行われました。令和2年7月豪雨災害支援の一環として、被災者の支援や被災地の復興に役立ててもらおうと、この日、愛媛銀行西川義則頭取から日本赤十字社愛媛県支部藤井浩一事務局長へ義援金が贈呈されました。今回義援金は、令和2年7月の豪雨災害で被災を受けた方々のために義援金の募集をお客様から募ったわけですけれども、今回の豪雨は九州から東日本まで非常に広い範囲で豪雨災害の、被害を受けております。それに少しでもお役立ていただけたらということで、お客様皆さんのお気持ちの詰まった募金をいただきましたので、それの義援金として日本赤十字様へ贈呈いたしました。まだまだ被災地、通常の生活に戻られない、皆様がたくさんいるとお聞きしています。少しでも、お役に立てたらと思う、気持ちをお送りさせていただいております。大変な日々が続いてはおると思いますけれども、頑張っていただけたらと思います。今回集まった義援金は日本赤十字社愛媛県支部を通じて被災地へ届けられます。